こんにちは。こんにちは。マッスルグリルトークです。はい。今日はですね、ちょっと人工甘味料について、話したいと思うんですけど、まあこれに関しては自分たち学者じゃないんで、ああそうですね。何がどうとか分かんないですけど、まあ俺らもめちゃめちゃ取ってた時期あったじゃないですか。めちゃめちゃ取ってたんで、だから体験なんですよね。人工甘味料体験だ。はい。これはもうね、俺の体の反応に起きたこと事柄です。はい。だからそれによってどうとかね、その。アメリカの研究データがどうとかそういうのは知らないんで、うんうん、逆にそこら辺はちょっとなんかね、うん、そういうふうに変なこと言っちゃったらすいません。そうそうそう、はい、すいません。それでこれがそれですね。よく見られる、はい、いわゆるねパルスイートってよく俺らが飲んでたやつこれですよね。パルスイートはこれ味の素さんでしたっけ、うん、が出してる、まあ、商品名ですよね。パルスイートは、はい、どんぐらいかな、2016年かな、俺よく撮ってたのが。なんか自分はね、あざみさんと初めて会った時ぐらいから、あざみさんがよくパルスイートを使って飲んでた、あれは何でコーヒー、ブラックコーヒーゼリー作ったりとか、ね、ああそうそうそう、はいはいはい、あの職場で簡単に作れるコーヒーゼリーっていうのをね、うん、あの職場のブログで書いたらめちゃめちゃヒットしたんですよね。あそうですか。プチヒットしたぐらい、はい、だから結構そのみんなね、その時期ぐらいは取ってたんじゃないかなと思って。あのゼラチンもね安かったですよ、ピングルのパッケージのね。そうそうそう、あれ溶いてあのコーヒー入れて、熱いコーヒー入れて溶かして、はい、でこれ入れて冷凍庫ね、冷凍庫やるとすぐできるっていう、それと同じ手法でプロテインゼリー作って、ね、まずかったもんな。あ、自分っすよね。あの動画も一応まだありますよ、確かに。あ、もうないのかな。ないんじゃねえか な, な, いかな。あれ面白かったんだけどな。そうですね。まあそういうことをやるぐらい自分たちは凝ってたよね、これに。凝ってましたね。なんでかっていうと、はい、結局簡単に言いますよ。はい。減量中って甘いもの食いたいんですよ。そうですね。じゃあ大福食えるかって言ったら、まあちょっと罪悪感あるじゃないですか。で、じゃあコーヒー飲むにしても砂糖入れたらね、罪悪感あるじゃん。じゃあこれにすればいいじゃんって。まあ、そういう簡単な俺は発想。だってそもそも、あざみさんがやった推奨してるダイエットってカロリー制限で、うん、カロリーを制限するわけじゃないですか。そうだね。水カロリーゼロ、うん、でコーヒーカロリーゼロ、うん、これカロリーゼロですから、ね、そういうことです計算狂わないです。計算狂わないですよね。内容はあれですよね、まあ、エリスリトールとか、うん、あそうそう、あとあこれエリスリトールが原材料名ですね、うん、あとあの甘味料でいうとあのアセスルファムカリウムって結構あれですよね。あとアスパルテームか。ああそういう聞くね、はい、よく、うん、聞きますね。でこれエリスリトール確かあれですよね、なんかだっけ、私も買ったんですよね、1キロ。あエリスリトールだけで、はい、あの糖アルコールって言うんですよね、確かあの大腸に吸収されないみたいな、はいはいはい、あのラカントとかに入ってるやつです。なるほど。あの目とかに入ってるエリスリトールと、ちょっと自分も細かく分かんないですけど、うん、そのなんだっけ、あのアスパルテームとみたいな、ちょっといくつか種類あって、まあ、とにかくカロリーゼロだと。俺も詳しくわからないんだよね、これが何に属してるのかとか、はい、ちょっとわかんないですよね。ただ甘味料のあのところらへんが多分こういうプロテインとかにも、ね、今じゃ入ってます。そうそう、今なんかこの中に入ってるスクラロール、はい、あスクラロースかな、スクラロースっていうのは当然のようにプロテインに入ってます、はい、自分が愛用しているプロテインにも入ってます、はい、でこ の, あのクレアチンにも入ってます。それも甘味料の部類になるんですね、おそらく、うん、でもそれだけだよこれ、はい、あの俺が飲んでる、プロテインに関してはスクラロールだけなんだけど、はい、これなんか他にもいろいろ入ってるじゃん。入ってますね、うん、複雑な甘さなんだよ。これめちゃくちゃ甘いんですよ、めちゃくちゃ甘いね。砂糖より甘いですよね、これ砂糖より甘い、うん、で結局ね、みんなもうあの今これ愛用してる人も分かると思うんだけど、結局これってどんどんちょっとずつ量が増えてるんですよ、実はあの、はい、あの甘さに満足できなくなってるんです結局。あそうですね。で俺も最初これ使うのに1週間ぐらいかかってた、はい、確か、はい、だけど気づいたら3日になってたのよ。でも同じような甘さしか感じなかったんで。そこなんですよね。そこなんで、ま、今日話してるのそこですよね。そこです。はい、でこれはもう研究データどうとかじゃなくて、もうそうなったんです自分は。はいはい、で、これに関してはダイエットコーラとかも一緒で、ダイエット普通のコーラって500飲んだら、まあ、大体500で一生過ごすじゃん。はい。でもダイエットコーラってもう2リットル買うようになっちゃうんで、ね。わかります。めっちゃわかります。冷蔵庫に2リットルコーラのダイエット置いてある人って多分そこにはまっちゃってると思う。で例えば5リットル出たら5リットル買うと思うんだよ。そうですね、うん、はい、でそこなの俺が言いたいの、自分あの20あの500ミリのペットボトルでよく飲むんで、うん、あの 500×24 で箱買いしましたもん。でしょ、はい、でコーラ好きな人は分かるよ、砂糖がすごい好きです、はい、甘いのが好きでしょ。でもこれに関しては、ね、誰もが陥っちゃうのよ。そう、俺そんな甘いものに何そんな執着してなかったんだ、はいはいはい、だけどこれを取るようになったらそうなっちゃったんだよ。そうっすよね。でこれあの語弊があったら申し訳ないですけど、かなり中毒性がやばいです。そう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 、はい、だから自分甘いもの好きじゃないですか、うん、4年前まで甘いもの嫌いだったんですよ。ああそうって言って、だからもう変わっちゃったんですよ、うん、もう人間が。ただその変わった理由としては俺やっぱり減量したからなんだよ。
はい、そうです。減量して甘いものが食べたくなる、それ本能じゃん、はい、でこれに手出した方がさらにそれが強くなっちゃったんだよね。でこれを俺取るようになってから、やっぱりチートの日はね、バカみたいな甘いもの食うようになっちゃったの、うんうん、でもうこれから離れてもう早2年ぐらいか3年ぐらいか、俺は、はい、そうだね、3年ぐらいだね、はい、もうね減量中甘いもの食いたいなっていうほぼなくなって、あ、はい、それも慣れたとかじゃなくて、多分こいつに手出したせいだったんだよ、その時期は、はいはい、でなんか俺気づいたんだよ、その負のループに、はい、で1週間やめる宣言したのよ。これをですか？そう、はい、で俺はよかった、1週間で完全にこれやめることができた、はいはいはい、で、そういうゼロキロカロリー、今となってエナジードリンクも飲まないから、俺ゼロキロカロリー、あー、そうですね、たまに飲みたくなるっていう時期あったんだけど、はい、もうそれも俺は今なくて、うん、飲むか飲まないかなんだよってぐらい今もうこれ必要なくなった、はいはい、うん、だからこれに振り回されるとやばいよね、結構ね。そうですね、お金よりはいいけど、そう、いい悪いは別として、うん、あの本当ね、減量プラスこれっていう組み合わせ、これ人工甘味料いいのか悪いのか、太るのか太らないのかってもう諸説ありまくるじゃないですか、うん、で自分たちの自分の経験から言うと、これめちゃくちゃ絞れるんですよ、うん、全然太んないんですよ。で確かにあのすごい糖が枯渇してる状態で、あの例えばコーラとかね、普通のコーラとか飲むと、もう血糖値バーって上がった、ふわーってもう糖が広がる感覚あるじゃないですか、これ全くないんですよ全くないし、あの本当にね太んないです。で自分これ絶対痩せると思います。だってエネルギーないんだもん。そうないんですよ結局、うん、だけどさっきあざみさんが言ったように、長い目で見た場合にいろんなものが狂いますね。そうだね、はい、それあるよね。で自分もその全然好きじゃなかったものがこれを頻繁に取るようになってから、もうどうしても食べたい食べたいって、うん、あの震えちゃうんですよね。もう震えが出るぐらい甘いものが欲しくなって、でゼロのゼリー、うん、あるじゃないですか、100円のやつ、ね、そう、あれあの10個ぐらい夜中に食っちゃったりとか、っていうのが、だから過食とかがちょっと誘発されるような気がしますね。これがきっかけで自分もチートでその甘いものをもうバーッと、ミスド来たもんね、ミスド、はい、ミスドでなんか20個ぐらい食っちゃったりとか、そういうのをしたのは、ごめんなさい、これがきっかけのような気がしますね。まあそれと俺は同時に減量厳しくやってたっていうのもあるよ、はいはい、でも今同じようなカロリーでずっとやってきてるけど、全然欲しくなってないもん、うんうん、これやめて、はい、ただまあ例えば、まあ、お腹少ない関係なく、じゃあ今日はカーボ取らないとどうしても体が張らないから、いつもよりじゃあ 500g 多くカーボ取りましょうとかっていう日があったとしたら、はい、それをきっかけに甘いもんまた欲しくなったりはするけど、それはあのなんだろうな、自然の反応なんだ。そうですね、はい、でもこれに関しては不自然な反応なんだ。確かにそう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 、異常ですよね。そうそうそう、だからもう狂ったように甘いもん、はい、欲しくなっちゃう、はい、だからこれもう怖いとこなんだよ。怖いとこですね、うん、別に悪くないから知らないんだけど、振り回されたくないじゃん、甘いものに。痛い途中ずっとだとしたらもうね、取るか取らないかにした方がいい、うん、甘いものを取るか甘いものを取らないか、甘いものを取りたいからってこういう中途半端なものに手出してるともっと欲しくなるか、絶対。これ人間ってそうで、何でもそうなんだけど、2つあると思うんだけど、はい、なんかほらちょっとドメスティックな人がいるとするじゃん、はい、そういう人はそういうゲームやるじゃん、はいはい、それによってもっとやりたくなっちゃうっていう人もいるのよ、はい、でそれはまさに似た反応なのかなと思うんだよ、うん、もうやめちまえばいいのよ。そうですね、うん、あ、ちょっともうなんか申し訳なくなってきた。こいつは悪くないんですよね。そうですこいつは悪くないし、自分めちゃくちゃ世話になってるし好きなんですよ、うんうん、だけど確かにね、そういうふうな反応が、そうそうそう、であのやっぱあの中身のは厳しい減量した時にっていう感じですよね、うん、そう、うん、厳しい減量した時はやめた方がいいと思う、はい、自分は今減量してなくて、あの普通に、人工甘味料入った、なんていうの、炭酸とか飲むんですよ、うん、だけどなんないですもん、普通に生活してるには全然ないし。俺もだからクリアチンね、これも入ってるわけですよ。そうそうそう、まあ、プロテインとかもそうですよね、アスパルテームね、はい、でこれだってね、さらにスクラロールって入ってるけど、はい、こんな別に減量入ったらやめられるから、はい、そうですよね、うん、そうそうそう、で自分めちゃくちゃ減量、本当一番人生で一番厳しくやった時に、うん、これですごいもう震える、あ、甘いの食べたいってぐらいになった時に、うん、チートでロールケーキ食ったんですよ、セブンの、うん、それで泣いたんですよ、うますぎてもう甘いの食べたすぎて、でその味が未だに忘れられなくて、これあえて手出したことありましたからね。あ、そのなるほどねもう一回その感覚が味わいだから結局まやかしなんだよね、うん、そう、甘く感じてるだけで、はい、甘っ、なこれも脳って、まあ、脳なんだよこれ結局、はい、でみんななんか脳についてあんまり考えないんだけど、俺はもう全て脳だと思ってて、光なんですよ、ただの、例えば見るものとかただの光なんだけど、それを何々って解釈してるのは全部脳なんですよ。で甘さも一緒だと思うんだよね、ここに来たものに対して脳がどう判断するかで、それが実際糖質なのか糖質じゃないのかっていうのはあんまり関係ないのよ。
でこれに関しては脳が甘いと判断しますよね。でもこっから先の消化機能では甘いものとして認識してないのよ。だから多分ねパニックっちゃうんですよ。いや分かんないよ、はい、俺はそう思うんだよ、うん、で例えば人間でね見たものと感じるものがギャップがあったらパニクるじゃないですか。でもそれと同じ、はい、うん、パニクってんの体はって俺は思うんだよね。だから甘いもん取ったのに血糖値上がってねってことですよね。そういうこと。体からしてみたらでおかしくおかしいおかしいもっと取んないとって多分なっちゃうんでしょうね。なっちゃう、うん、だ例えば俺がこれ錯覚だとするよ、これが錯覚だとしてって考えると、はい、ガッキーだと思って近づいていったら、はい、それが例えば元気さんだったとするじゃん、はい、そしたらもう俺トラウマだもん。ラッキーじゃないですか。ラッキーじゃないガッキーだよ。そんなのそしたらもっとガッキー欲しちゃうから俺は。わかる。そうですね、うん、はい、それぐらいこいつはもう異常なガッキーなんですよ、はい、異常なほどガッキーで、これはもう怖いのがこれもう肉じゃがの絵描いてあるからもうこんなの肉じゃがに入れられたらもうたまったもんじゃないから本当に申し訳ないけど気づかないですからね、うん、気づかないかなりすごいから気づかないですけどだけどあれっつって言ってなんか俺最近ゼロキロコーラ止まんねえなみたいなこれさもう本当やめて、これはさすがに俺嫌いじゃないけどこれはねこの使い方はさすがにね間違ってますよ、うん、これ言わせてもらいます。でも火通すと若干変わったりする気がします。甘くなくなるから、うんうん、火通すとだからもっと入れなきゃいけないですよ。そうだよね恐ろしいですね本当に、はい、リンゴジュースでいいじゃん、ね、まあ、そうです。砂糖入れればいいじゃん普通に。そうそうそう、だから今思えばそう、そのここでねさっきの話だと今じゃ1800キロカロリー取っちゃったで砂糖の分削んなきゃでこれでガブ飲みするんだったらやっぱ砂糖を取って1800キロカロリーに合わせたら合わせた方が後々のことを長い目で考えた時に全然健康で、あの何ですか、痩せられるしというのはふうに思いますね。じゃあ例えばじゃあ同じ数値で数値だけで見た時はこうかもしれない、同じように。だけどそこに対してのストレスとか甘いものに関しての考え方とかを考えた時にはこれはやっぱりね取り続けることはお勧めしないですよ。だからまだねいい発明じゃないと思う、これは。ああそうですか。だって言ったら副作用じゃん、はい、しかもそれはね数値としてというよりも感覚としての副作用だから表に出てこないわけよ。だからあえて言わせてもらうけど感覚的な副作用は今言ったもの全部です。まあ自然と量が増える、もっと甘いものが好きになるってこのループに入ります、はい。それはなんかね、その数値的に合わせって言われたらそれは分かんないですけど、でも明らかにこれ飲む前の方が甘いものに執着してなかったですもん、うん、でも、まあ、多分身近で2人とも多分全く同じ感覚になったと思うんですよ、うん、そういう状況みたいなのも。そうだね。だからそこはね、ちょっとデータじゃなくてこれは自分も経験した怖い話として、うん、これは自信持って言えるというか。あとあれですよ、アメリカ行ってあのピンクのはい、あれで音符のマークの、そうそう、音符のマークのピンクのね、なんかちっちゃいはいはい、粉の袋があって、それが中身がこれなんですよね。一番最強だったよねあれ。最強、はい。あの一袋で激甘なんですよ。激甘で俺とスマイルその時まだ気づいてなかったから、はい、俺お土産で買ってっちゃったもん中身。そうっすね、はい、しかもあれ怖かったのが最初シカゴ行ったじゃないですか、うん、もうシカゴのど真ん中大都市だったじゃないですか。そこのホテルにもあったしニューヨークのレイクプラシッドっていうもう誰も人がいないようなもう寂れたホテルの中にもあるっていう。あったね。アメリカのどこにでもあるって、あれをただですよあれ、うん、大量にあって、うん、だからあんなものただで出せるくらい、いやでもコカインと同じようなもんだと思うんだよね、うん、結局中毒性がすごいじゃん。中毒性やばいっすよ本当。でそれに対しての副作用っていうのはもう大して出てこないんだよ。ただの感情なのよ、甘いものもっと欲しいっていうのが副作用なの、簡単に言ったら。でそれをもう脳にそれすりつけられるとさ、もう例えばあれ全部取り上げられたらさ、みんな高いお金出しても買うじゃん、はい。だそれが結局目的でしょ。いやそんなことはないですけど、そうに思っちゃいますよね、うん、はい、そう思っちゃいますよ。そう思うくらいね、あれ全員がね、アメリカ人全員あれ口にしてますから多分。でもね、日本だって安全って言われてるけど全部に入ってますよ、これがジュース特に、うん、ジュースには全部こういうの入ってるけど、これ原液で入れるよりも全然あのあれですよ、砂糖半分入ってた方がいいです。砂糖半分にこれ半分だったらまだいいんですよ。だからこれを入れる場合は少しでもいいから砂糖入れてください。あ、自分それやったんですよ、うん、あの要は減量中とかでもどうしても食べたくなっちゃったらちょっとカロリーあるものを取ってからせめて人工甘味料を取るようにしてます、ね、そしたら脳がまだあの騙せるから、脳と体を騙せるから。でもこれだともう脳と体がもうわけわかんなくなっちゃうから、あれあれあれっつってなっちゃうから、それはやっぱりダメだよね。そう思いますね。それをコントロールできるっていう人はいないんですよ、うん、だって結局みんな2リットルの0キロコーラ飲むことなのそうですね、はい。なんかこれがきっかけでね、飲み物買うときに必ず食べ物もそうですけど恨みるようにしました。あ、俺はねもうねジュース買わなくなった。あ、基本もうお茶しか飲まない、はい、でお茶がないって時はもう水飲む、うんうん、
でアミノ酸ではもうしょうがない取る、うん、アミノ酸取るときはしょうがないから取るよ、それ以外は取らない。でもそれで依存性生まれないからよっぽど少ないですよ、こういうの入ってる。アミノ酸とかはやっぱこういうのないと飲めたもんじゃないですか、ね、まずいから、まず、うん、そっちの方が迷惑なの俺にとって、はい、だったら少し入れてごまかしてくれた方がいいし、うん、中毒性はない、はい、だって俺ずっと同じ EA 飲んでるけど一回も中毒性になったことないもん、うん、もう24くらいから同じの飲んでるけど、はい、ってことは依存性はないのに、こいつを飲み出してから急になんか依存するようになっちゃって、うん、なんだろうな、特に和菓子系だよね、食べたくなるよね。あ、じゃあ和菓子も結局砂糖じゃないですか、うん、で洋菓子はやっぱ油なんですよ。そう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 、うん、砂糖に対してやっぱ敏感になりますよ、めちゃくちゃ。みたらし団子がやたら食いたくなったなと思って。そうですね。でも本来は減量中食べたいなと思うのってそういうものじゃないんだよね、うん、なんかバナナ食いてとか、うなぎ食いてとか、はい、そういうもんなのに、うん、それをぶっ飛ばして和菓子食いてってのはもうこいつの影響かなり受けてる。あざみさんがそうなるって、そ絶対そうだと思います、うんうん、だからまあ俺も鬼のようにこれ使ってたけど今はもうちょっと使いたくないね、うん、使ったところで同じペースで落ちるけど甘いもの食いたいっていう余計な感情いらないから俺、はい、うん、多分ね、あの和菓子とかあのそういったものでちょっと過食っぽいあのものを持ってる人はちょっと過去遡ってこれ手出してないかっていうのあとゼロキロコーラやたら飲んでないから、ね、そうですね、はい、あのこれっていうかだから さっきのこれ中身ですよね、人工甘味料、うん、でちょっとねやられちゃう可能性あるなって、あの本当人工甘味料のこと否定してるわけじゃないし、こういうこと言ったら誤解あるかもしれないけど、ちょっと摂食障害とかを自分は誘発する可能性あるんじゃないかなと思う、まあ、俺らがなったからね実際、うん、だから俺らはなんかその研究データとかあんま分かんないんけど、自分の体で起きたことだったらやっぱりね自信持って伝えられるじゃん。そうです。そうじゃないって言われても俺もそうだったんだけどって言えるし、はいはい、だ研究データなんてどこでどう取ってるか分かんないし、誰がね取ってるかも分かんないんで、自分が自身が今で、ね、例えば自分たちが言ったことと同じような感覚に陥っているのであれば1週間やめてほしい、それから1週間は砂糖を 半にしてほしい、それでちょっとずつこう慣れていくと、だからかゆいぐらい甘いものが食いたかったらマジでなくなるんで、全然なくなりますんでね。そうですね、うん、それは思いますね。それは伝えたいことの一つでしたよ、うん、確かに、うん、だから炭水化物は抜くなって言うけどさ、それについてもさ条件があるんですよ、いろいろ。そうだ、そういったらそうっすね、うん、はい、だから例えば運動どれぐらいしてるとかね、なんかこういう癖がある人はね、もうそれこそ他の対処法があったりするけど、うん、基本ベースで考えたら炭水化物は抜かない方がいいよって俺は考えなんですよ。でこれに関してもなんか理由があってね、これ取らなきゃいけない人は取らなきゃいけないんですよ。多分炭水化物を抜くなっていうふうに、あ、ごめんなさい、炭水化物を抜けと、うん、あの、まあ、ケトやれっていう人は、うん、おそらくそう指導する人はこれなら取っていいよって言うと思うんですよ。あ、そうだろうね、はい、うん、だってこれエネルギーじゃないし、これ炭水化物含まれてないですから、うん、だから炭水化物抜きダイエットしてる人っていうのは多分そこでもうずっと苦しむだろうね、はい、うん、そう思います。もう余計な感情だからそういうのって、うん、取るか取らないかに俺はした方がいいと思う、うん、甘いものを取るか甘いものを取らないかで、こいつはもう選択肢に含まれないです。それに関してはこいつはもういないんで、もうこいつも江戸時代にいなかったんで、こいつはで江戸時代みんなね、はい、痩せてて糖質制限ダイエットで概念はなかったんで、はい、そうですね。でもこれはもうこういうためにやる、彼はそうだね、あのこいつだけじゃない、もう最高にあの貢献してるじゃないですか。そう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 、こういうのに関してちょっと入れるぐらいでね、はい、だからもうこれ素晴らしいやつなんですよ、うん、だけど単体で言うと暴走しちゃうという、いや暴走しちゃうそうですね。だからまあ俺は怖くても取れないですね、これは、うんうん、一回なんかプリン作る企画あったじゃん、はい、でその時に究極のダイエットプリン作ったらどうかなと思ってこれ買ってみたんだけど、はい、入れたのよこれ、はい、いっぱいでちょっと味見した時にうーってなったからね、久々に食って気持ち悪くなっちゃって、あ、そうですか。もうこれはもう その時以来なんだけどさ、うん、もう絶対取りたくないですね、うん、これ久々に撮った時すごいよ、うん、なんか変な、あ、そうっすか、にがりのような感じ、遠くに入れるにがりみたいな、どんな感じだったっけこれ、なんか隅にありますね、あ、恐ろしいんだよね、うん、まあまあ、いやでもこれありましたもんだってね、事務所にね、はい、常にちょろちょろ入れて飲んでましたもんね毎回飲んでて、はい、でもコーヒー楽しみになっちゃうんだよこれ入れるの、そう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 、ほんとそうなんです、甘いですもんだって、そう甘いってなるんですよね、コーヒーに入れるじゃん、はい、まあ、苦いのか甘いのかはっきりしろってなるからそうですね、うん、いや確かにそうだわ、これのね、ほんとシャブっすね、シャブだよ、ね、でもこんなん簡単にやめられるよ、はい、もう1週間でやめられるからこんなの、うん、だから1週間これを取らないってことが今どれだけ難しいかってことなの、はい、逆に言ったら全部に入ってるから、うん、そうですね、コンビニに行ったジュース飲んだらこれほぼ入ってるから、はい、
だからこれを1週間やめるっていうことは大変だけど、これ自身から離れるのはマジで簡単だから。タバコとかと違うから、はい、薬物とかと違うから。そうですね、うん、でもやっぱなんか砂糖って薬物より危険みたいな、まあ、それめちゃくちゃ誇張してますけど、うん、やっぱ糖のね中毒性ってね半端ないんですよね。そうだね、うん、やっぱりでもだから砂糖で代用すればいいだけなんですよ。全く糖を取るなっていうんじゃなくて、うん、だってうまく付き合ってたじゃん、ね、10年前の人とかってさうまく付き合ってたでしょ砂糖と。なんかそんなみんな太ってるわけじゃないじゃん、イメージって。そこで糖質抜いたりこういうのができたらもっと糖が欲しくなっちゃうっていう、はい、副作用なんかこうたぶたぶ。そうですね、ダイエットも邪魔しないかもしれないけど余計な感情が生まれるよ、なんか甘いの食いてえなみたいな、うん、いらねえじゃんそんなの。だからダイエット中甘いの食いたいってだすごいすごいそれ一貫性のないことじゃない、はい、ダイエットに関しては、うん、だそれはやっぱストレスになっちゃうと思うんだよね、はい、だからそういうモードに入った時はもう取らない、それが終わったら取りましょう、はい、そういう時はもう取らない方がいいです。ないものはないんですから。これマジックで振って消せたらいいなと思ってますよ俺まあうまく食物繊維とか含めたような炭水化物とかで甘いものは取りましょうかねっていうところですかね。はい、そうですね、うん、うん、そう思いますね。じゃあ自分ほんとゼロあのラカントでしたっけ、うん、ずっと舐めてましたもん。もう口からなくならないぐらい次から次へとですよ相当やられたな。相当やられてましたね。おゼロキロカロリーだぜっつってずっと舐めてましたね。アメリカ行った時は俺常に甘いもの欲してたわ。あ、そうですか。ブラウニー買おうかな、うん、アイス買おうかな常に言ってた気がする、はい、でその後ビーフサセキクラシックだったからさ、はい、よくなかったですか。まあ仕上がりは悪くなかったけど余計な感情だらけで迎えたビーフサセキクラシックだった、はい、よくなかったですね、まあ、ボディービルダーの人が絶対飲んでると思うんでどっちかにしましょうよって思いますね。でも絞れるんですもんね、本当に。痩せんすよ。これ飲むと絞れるわけじゃない。まあ、じゃあ、そうですよ。そうそうそう。甘いものを取るよりはってことでしょ、はい、そうそうそう。だからこれは無なんですよ。ゼロなんですよ。だから、結局、そう砂糖とかね、プリンいつまで経っても絞れないですけど。だから、それを、これを依存した結果、この隣に2リットルの0キロカロリーのペットボトルが何個も並ぶことになる。そうです、そうです。これやめれば、その後、そこに並ぶはずのペットボトル全部ないから。はい。これでどうこれで分かりやすくなった。うん、そうですね。だボギジェットハーってやってもいいですよ、絞りたいな。ね、それも、まあ、我々は なんかどちらかというと感覚で伝える方なんで全然自分はそんな感覚ないよという人 もちろんいると思います。でも絶対にそういう感覚に陥ってる人もいると思います、はい、あとは、うん、あのガヤジムのカニさんであのこれも話した時に人工甘味料やめたらお腹の調子良くなったっていう人いました。あ、それもね、うん、あるかもしれんな、うんやっぱりね、さっきの、糖アルコールの話じゃないですけど、うん、あの要は消化されない吸収されないから、うん、でこれどういうことみたいな。だからちょっと下した人多いみたいですね。なるほどね、はい、体がね体に入って吸収されてたらどうかみたいな感じじゃないですか。そうそうそう、なんかそういうのとかもあるんで。でもなんかよく俺が聞くのは大体小腸から栄養とか吸収されるじゃん、はい、大腸で水分吸収したりするんだけどそれでまあ吸収なんか異物が吸収されると体が皮膚から代謝しようとするんだって、はいはいはい、それがジンマシンだったり痒くなったりする理由だって聞いたことあって、はいまあ、それ本当その通りだなと思って、はい、そういう反応が出てる人は絶対なんか不純物が体に入ってるわけよ。あ、それこそニキビができたり吹き出できたりとかそういう油もそうじゃん、うんうん、なんとか代謝しようと思った時に皮膚に出るのよ、はい、だからそういう反応がある人はちょっと内臓が限界を迎えてるわけですね。じゃあ許容量を超えるとさ、うん、あのもう皮膚からなんだよ。普通だったらほらエネルギーってさなんだあのミトコンドリアの中でボンってなって、はい、はいはい、で そこはいかないわけよ。そういう不純物たちっていうのは、うん、じゃあ行き場をなくして皮膚から出た時に荒れちゃう、うん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 、皮膚荒れて美しいって思う人いないと思うんですよ、はい、それはやっぱり体に余計なものが入ってるからだと思うんですよね、うん、だから体にまあちょっと余計なもの入れないようにそういう人はした方がいいと思うし、うん、いくら中外が塗り込んだところで中から出てくるもんだからなかなかね、その湿疹とかって収まらないはずなんですよ。あとあの、すみません、いいですか、うん、あのレジスタントスターチってあるじゃないですか、あの冷やした米の難消化性澱粉あれやりました、アドリさん。いやあれ、俺、はい、実はジムで流行ったね、一時期、はい、自分の周りも流行りましたよ。で、うさんくせえおっさんがおにぎり凍らして食ってるとか言いましたよ凍らしてですか異常だろ、こいつと思って、はい、で、なんか中にはアイスだったら太らないとかいう人も出てきて、その時期マジですか。マジ、はい、絶対冷やしてくれみたいな。あのサンドイッチマンのあの凍らしてるからカロリーゼロじゃないけど
そういう感じですか。そういう感じだよ。だからもう情報を誇張して鵜呑みにしすぎてっていうところがあるから、それこそねあれですよね、あの冷えた米だったら、うん、あのでんぷんが固まって、うん、なんか要は冷えた時にまたさらになんかでんぷんがどうのこうので、それもあの吸収されないからエネルギーが半分でいいですよみたいな話ですよね。俺が聞いたのは、はい、その吸収するときに結局冷やしたものを温める作用でカロリーを消費するとか、はい、あ、そういうことだったんですか。いや、わかんない、なんかいろんな説がある、はい、あ、でもこれに関しては、はい、俺は別にどっちでもいいっていうか、俺やんねえからどっちでしょ。ああ、自分やったんですよ。おお、どうだった。ダメでした。太りました。そうカロリーでした。だから自分の経験上これは太んなかったんですよ。あ、そうだね、ゼロだから、ゼロだから。だけどレジスタントスターチは 50% って言われたんですけど、うん、あの倍にしたんですよ、この量。太りました。だからよくみんなで俺はね、はい、あの俺が分かりやすく、一番分かりやすく吸収について説明してくれた人の言い方としては、はい、小腸でカロリーを要するに吸収するわけよ、はい、小腸ってひだひだすごいじゃん、はい、だあれバッて全部開いたら今俺たちがいるこの絨毯ぐらいの大きさになるわけ。あ、はい、そこに何でもいいよ、ボンってビシャってやるじゃん、吸収されねえわけねえんだよ、はいはいはい、だからそれぐらいの面積があるところにビシャってやってるんだ。ああ、どっからも逃れられないと。そう、はいはい、だからそこに関してはもう絶対吸収されるよって。でその後の熱代謝とかで痩せやすい人はいるかもしれないけど、はい、あ、そういうことです。そこ吸収されないでスッと抜けることはないよって話ですよ、はいはいはい、それは俺も本当に一番しっかりした説明だった。あ、ね、はい、まあ根も葉もあるかわかんないけど、ね、まあ、ないけど、はい、その人は多分すごい俺に分かりやすく説明してくれたんだと思う、はい、いろいろな工程をぶっ飛ばしてね、はい、だから俺はそれ一番しっくりきたんだよ、ね、はい、だからよくみんなに職場のやつに説明するときっていうのはそういうふうに説明して、ああ、そうですか、お前の腸は10段ぐらいあるぞって、はい、そこに今お前が食ったもんべしゃってやって吸収されるかされないかって言ったらどう思うって言ったら、まあ絶対吸収されるじゃん、はいはい、よく言ってたそれは、うんうん、でよくほら下痢したら吸収されないって言ってるけど、それは大腸で水分が吸収されてないから水分ごと出てるだけであって、はい、カロリーは漏れなく全部吸収されてるから、うんうん、っていうことです、はいはい、うん、と思いますね。じゃあまあちょっとこんなところですか、はい、チェリンコカミューロについてとか。そうですね、まあ、経験なんでしたね、経験なんだね、はい、だからまあまだ俺いっぱいあるよ、だからいろいろ実験してるから体で、はい、うん、だからそれはちょっと分かりやすく説明できたら今後も。卵30個事件とか。なんすかそれ。1日卵30個食べたりしてたから俺。あ、そうだったんですか。半年続けたこともあるから。あけぼろ50個でしたよ。あけぼろ50個だった。白身だけ50個。いや俺全卵で30個いってたから。全卵30個いってた。オフはパサパサいっちゃいそうっすね。もう全然できるよ、そういう何でもやってきたから。そういった話もじゃあ今度聞きたいですね、うん、というわけで人工甘味料やってみー。いやいやいや、もうそれちょっとしょうがないかわかんないですね。こんなところで、はい、ありがとうございました。はい、バイバイ。